こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、静岡記念競輪、えー、2日目の予想をしていきたいと思います。えー、初日は、10レース特選を当てさせていただきました。えー、和田がまくって、番手地元の萩原が刺す4人。 えー、こちらが2480円。まずまずは配当ではなかったかと思います。まあ、この調子で2日目も適中させていきたいと思います。その2日目、えー、メインレースがジュニエース優秀戦になります。はい、えー、ご覧の9人のメンバーですね。やはりえー、っと、SS 班の浅井平原が、 協力ですし、村上も勝ち上がってまいりました。そして、えっ、ー、と展開なんですけどご覧の通り、小、え、間、ー、切れ、四、えー、分線プラス村上が短期となります。 そうですね。初日バックを取っているのは原田のみ。原田は本当に初日思い切りがすごい良かったですよね。これあの、この貯金が、あの、う、えー、準決勝とか決勝で生きてくるかもしれないですね。あとは、えー、浅井と平原をまくりが良かった。 アサイはの前で戦って、金子と二人で結構外並走で苦しいところをまくりきりましたし、平ら,らは目,目標が不発の中、えー、うまいタイミングで外へ出してまくりきりました。二人ともかなり好調だと思います。 で、えー、予想です。でえー、そんな感じの校長の浅井平原。えー、多分あのー、原田が、初一同様、先定を取ると思います。まあ、そんなに早い先定取りではないとは思うんですけど、他に逃げる選手がいないので、 先手取るなら原田じゃないかなと思います。まあ話題は村上が取っても構わないんですけど、えー、っと、本日はですね、本日というか明日のジュニエース優秀は、まあ、そういう展開に関係なく、浅井や平原、まあ好調なので、決勝戦を見据えた競争をしてくるんじゃないかなと思います。というわけで、ズバリ、 えーえー、前に出た選手、まあ、花田だと思うんですけど、そちらを早く叩いていく。まあ、かましい、早めのまくり、あるんじゃないかなと思います。まあ、早めのまくりかなと思います。なので、えー、その、番手にいる選手、例えば、浅井でしたら、えー、金子になりますし、 平原でしたら、神山拓,拓也ということになります。この二人の指し目、えーと、折り返しはあくまでしません。この指し目、まあえー、浅井か平原がまくりきって、それぞれの番手が指すという流れを本戦にしたいと思います。あとは、これは自力、まあ前で走る選手ですね。 にもがその後ろについてまくりを追い込んでくるという流れ。まあ、裏もいるかもしれないんですけど、こちらも同様に裏は返さずに。はい。浅いの平は好調なので、えー、他のラインが、まあ、続いてもですね、抜き切るとこまではいかないんじゃないかなと思いまして、絞って考えました。 えー、もう一品ということで、8レースの二次予選をしたいと思います。このレースはですね、えー、全日本選抜で決勝に乗った古生がですね、野原正也に乗るマーク戦の展開になります。でまあ、人気を集めるでしょうが、えー、実はですね、まあ、岡山の取 鳥もえー、コえ、故障が乗る野原もですねやはりこれは思い切って逃げるという同タイプになってしまうというのがすごく気がかりですなので二次予選で通常まあ、徹底先行タイプとまくりタイプがあったらまあ、3着までに乗ればいいのでお互いの、えー 自力を攻め合わない。まあ、自分が三着乗るという競争をするんで、両立とかですね、一着三着とかあるんですけど、今回は同タイプということで、そうはいかないんじゃないかなと思います。そこを狙いすましたように、待っているのが俺は土屋なんじゃないかなと思います。え土屋がまくって続く新崎。えー、さんを、 73を一発で本戦、穴としたいと思います。そして、それに故障を絡める目。それからですね、第三者の鳥取も野原をしのぎきれれば、残,残る可能性があるかと思います。その7227も抑えたいと思います。 はい。えー、明日二日目の予想をお送りいたしました。えー、ブログ、ツイッターを説明欄に記載しておりますので、よろしければ見てください。チャンネル登録、まだの方も、えー、よろしくお願いいたします。また、あの、最後に直らします、関連動画とか、動画リスト。えー、こちらもよろしければアクセスをお願いいたします。 はい、動画見ていただきまして、ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。